イランと現代の大イランに対応するイラン系民族の地理的、政治的、文化的範囲を示す地図。大イラン、または大ペルシャはイラン文化が大きな影響を与えてきた西アジア、中央アジア、南アジア、南コーカサスの地域を指す。歴史的にこの地域は様々なイラン人の帝国の王朝によって長い間支配され、彼らとの広範な接触を通じて、 ペルシャ文化のかなりの側面を取り入れ、多くのイラン系民族が定住したが、一方で、それぞれの文化を守るコミュニティは維持された。大イランの範囲は、イラン高原と、その隣接平野の領域に、ほぼ一致する。エンサイクロペディアエラニカは、この地域について、イラン文化大陸という用語を使用している。大イランには、現代のイランに加えて、メソポタミア、東、アナトリア、 コーカサス、中央、アジアなど、歴史を通じて、イラン系民族が支配していたすべての領土が含まれる。大イランの概念は、ペルシスにあったアケメネス朝の歴史に源を発しており、イランの歴史とある程度重複している。ここ数世紀、イランは、サファビー朝とガージャール朝の時に有した領土の多くを、失った。これには、イラクが、オスマン帝国へ、 アフガニスタン西部が英国へ割上され、そして19世紀のルッソペルシャ戦争中のロシアのコーカサス領土化、1813年のゴレスターン条約により、ダゲスタン、ジョージア、そしてアゼルバイジャンの大部分がロシアに譲渡されたためである。1828年のトルコマンチェイ条約によって、何世紀にもわたるイランによるコーカサス地方の支配が終焉し、イランは、 現在のアルメニア、アゼルバイジャンとウードルを割上し、アラス川沿いに国境が設定された。1935年のノールーズの新年の休日に、ソトメイ、イランが、ペルシャの統治者であったレザーパフラビーパーレビ、国王によって公式国際名称として採用された。しかし、1959年、レザシャーパフラビの息子である、モハンマド・レザシャーパフラビ政権は、 ペルシャとイランの両方を正式に使用可能であると表明した。メデス、アケムネスアッサ、パルティア、サーマーンアッサ、サファビリー町、アフシャールアッサ、ガージャールアッサなど。例えば、イランの直接の支配下になかった北コーカサスの地域や、人々南アジア西部、バーレーン、タジキスタンなど。ありがとうございます。